結構寒くて寝れなかったんだけど、真冬は真冬用のシラフ持ってないとちょっとダメかもしれない。まあ、2月はもう行くことないから、これから春になるからまだ大丈夫かもしれないけど、ナンガとかのいいやつ調べちゃおうかなって言う気になっちゃった。ナンガ畑じゃあぼちぼち起きようか。すごいとこから。開けた。テンションマックス。あ、すげえ。海でーす。めっちゃ海に近いキャンプ場だね。こっちはなんか入り江になってるんだね。初の泊まりキャンプ、ご飯も美味しく作れて、ちゃんと時間通りに撤収もできたんで、初めてが2月はやばい。茅ヶ崎柳島キャンプ場でした。小田原にある外外デイズ、いただいていこう。量めちゃめちゃあったね。1000円めっちゃ安いと、やばいよね。